はいはーい。お疲れ様です。朝練お疲れ様でした。久しぶりに、どうでしたか？そうそう、イヤトレでインバージョンもやってます。難しかった。 まあ、結局は、インターバル使って測ってさ、特徴になってるところをこう、下にフォースがあるなって言ったらセカンドだし、そういうとこでやっていくんだけどね。おはようございます。9時半までまだ時間がありますので少々お待ちください。いやー、今年も終わりますね。27日ですもんね、もうね。いや、あっという間でした。 1年終わるの早かった。では、このままですね、トライアドの展開系の方に進んでいきたいと思います。このトライアドの展開系にしても相対音感というものを鍛えていこうというアイディアでやっております。 LA の時のね、先生で、ディーン・ブラウンっていうね、プライベートレッスンやってもらってた先生がいるんですけど、彼はもうピアノでランダムに音10個バーンってやったやつがもうわかるみたいな。それ相対音感でそこまで彼はやってたみたいで、さすがにそこまではちょっと。まあでもね、そこまで行きますよっていう話です。これやっていけばね。おはようございます。のりさん、ご無沙汰してます。お久しぶりです。前回からですね、若干難しくなったんですよね。調合をつけましょうっていうことで、ファをシャープしましょう。じゃあギターの場合、ファシャープってどこで弾いたらいいのっていう話なんですが、前回はね、ここのファをこっちに、シャープは右側です。こっちに持ってきてファシャープにして、薬指で担当しますよっていう話をしておりました。今回は低いファシャープが出てくるので、ファをシャープするっていうとここになりそうなんですが、まあそれ実際ファシャープなんですけども、譜面を読むのはこの5から8っていうエリアで、この指にもう担当させたいんですね。なのでこれはもうエリア外です。ソをフラットした音、ここにファシャープを持ってきます。同じ弦の人差し指です。あ、マークついてない。 あ、ちょうど終わっちゃった。はい、今年ラストの朝練でございましたね。お疲れ様です。今日は12月27日です。はい、1日レッスンでございます。はい、それではオンラインレッスンやっていきます。ああ、はいはい、そうですね。復習していきましょうか。はい、今体験レッスンが終わってですね、朝練オンラインレッスン体験終わりまして、でちょっとだけ空いたんでお昼ご飯食べて、レッスンが2つかな、今日はやっていきたいと思います。で、トマトスープと、甲羅煮。いやー、なんか生徒さんレッスン終わってさ、こう良いお年をってこうやるじゃん。ああ、終わるんだなって感じするよね。今年ももう終わりだよっていう、あっという間ですよね。よいしょ。そういえばこれヨーグルトの汁の部分を入れたんだけど、大丈夫かな、味。味見してなかったな。大丈夫です。若干いるかな、ちょっとこう乳製品感が。でもね、合うよね。トマトクリームのパスタも結局はそんな感じだもんね。甲羅にもいい感じに味もだいぶ染みたんじゃないかな。一晩置いてるしね。で、これもさ、早いとこ食べて Vlog の編集を少しずつ進めないとまた危ないんですよ。日曜日は空いてる時間にちょっとずつ進めておかないとね、また例によって間に合わないっつってさ、慌てることになるからさ。あ、で、さっきね、ズームでオンラインレッスンやってた時に、もうレッスンの
終わりに差し掛かった時にさ、ピーって言ってすごいもうヘッドホンの中にさ、ピーってなんかすごいノイズが乗ってさ、で結局分かんなくて、まあズームはそれでまあレッスン終わりだったから切って、でメッセンジャーで予約のやり取りとかそういうのやってたんだけど、何だったんだろうなあれ。なんかね、接触が悪いとかっていう感じのノイズの乗り方ではないんですよ。完全に電子的なやつなんで、ソフトウェアから出てるノイズだったと思うんですよね。あんなの初めてだったからびっくりした。でも生徒さん側にはそれは言ってなかったっぽくて、完全にこっちの問題っていうか、こっちにしかそのノイズは入ってこなかったみたいだから、まあ良かったっちゃ良かったけど、爆音だったんでびっくりしましたね。このね、コーラ煮のスープでやるつけ麺がさ、食べたくてさ。あ、ちょっとヨーグルトの匂いするわ、こう開けた時に。うん、若干いる。あ、バジルあった。ちょっとバジルやる。うん、うまい。うん、ヨーグルト感結構出てるな。これはこれで美味しい。私が、たまに作るね、カレーもヨーグルトが入りますんで、やっぱトマトソースとこの乳製品っていうの合いますね。甲羅に食べたいな。どうでしょう、いただきます。うん、うまっ。いい感じに味染みてる、柔らかい。よし、じゃああんまり時間ないんで、これをさっと食べて、ちょっと Vlog 編集進めて、レッスン後半戦やっていきます。はい、本日のレッスンも終わりまして、 Vlog もなんとか編集終わってね、今アップしました。で、プレミア公開でね、10時ぐらいに公開になります。現在9時45分。で、私はですね、どうしてもつけ麺やりたいんですということで、やります。コーラ煮をね、作っておりまして、これはつけ麺のためにコーラ煮やってますから。いや、あー、ちょっと待って、ちょっと待ってね。これ麺茹でる、コーラ煮はあります。で、そのスープはもうつけ麺用にやってるんだけども、そっからもう一回つけ麺に一回やるんですよ。それをやんないといけないんですよ。だから一旦温めてね、スープをよそり、それでスープもっかいアレンジしてのあっためのですよ。わかりました。で、今回ね、はい、こちら2つ太麺用意しました。これです。これうまいっす。いやー、日曜日ね、大変。でももうこれもう食べて私は寝ますから、はい、10時過ぎには寝れるんじゃない。でね、明日が月曜日ということで定休日なんですが、オンラインレッスンがすごく入っております。なので一切余裕ないです。本当であればこれ食べて明日の Vlog とか手をつけた方がいいんだけど、まあやれないよね。もう今日はもうやれないね。もうこれ食べて寝るもん。で、今日アップした Vlog はですね、T さんと一緒に What the Dickens でクリスマスライブやってきましたよっていう話なんですけども、半分以上は私が初めて作ったクスクスがこう美味しいみたいな、なんかそういう内容になっちゃったんだけど、でも T さんとのライブはすごく楽しくて、本当はね、いっぱいそのなんだろうな、本番のシーンを使いたかったんだけども、自分のギターアンプの後ろからこうカメラ設置してさ、撮影してるシーンしか、もうずっと本番のやつもうリハからそうだったんだけど、もうそれしかなかったから、あんまり本番のシーンって使ってないんですよね。よし、スープ作ろう。まあつけ麺一杯分だから、まあこんぐらいで十分じゃない。鶏肉全部逃がします。これはこれで非常食としてね、冷蔵または冷凍しておくっていうことにして、もうたっぷりチキンで、スープ、いや、もう十分美味しいんだけど、ちょっとカツオだしをね足します。うっ、麺いきます。で、スープの方に、ニンニクチューブちょっと足します。あー、入れすぎた、もう入れすぎた。でも大丈夫、明日全部オンラインだから。はい、生姜チューブいきます。3分30秒ってなってるけど全然測ってない。雰囲気でいくしかない。いやー、2つ入れすぎたな、ちょっと多いな。でもさ、つけ麺の時ってなんだろう、結構さ麺食えちゃうよね。
あー来てる、スープオッケー。やっぱりね、生麺美味しいです。太麺いいね、久しぶりですね。いきます。せい、ドン。うわ最高でしょ、つけ麺スープ。はい、それでは久しぶりのつけ麺いただきたいと思います。今回は海苔があります。間違いない、めっちゃうまい。うん、海苔いいね、うまい。鶏肉ですよ。うん、完璧だ。このスープも鶏も全部冷蔵もしくは冷凍してね、保存しておくんで、しばらく食べないんですけど、結構今ね食材が豊富でですね、頑張って食べなきゃいけないやつが溜まっておりまして、今日完全に気分でつけ麺やっちゃってますけど、消化しなきゃいけないやつが溜まってるんですよ。だもんで、全部もうこれは保存しますね。はい、というわけで今日はこの辺で終わります。多分今年最後の日曜日ですね。朝練やって、でレッスンやって、相変わらず日曜日は時間に余裕がありませんが、なんとか Vlog も間に合ってね、今年1年終わりました。で来年の1月3日からかな、朝練もね普通に始まります。よかったら参加してみてください。無料でございます。朝9時半からですね。ではお疲れ様でした。また明日。